一緒にやろう SDGs。 ジェンダーに関するトピックに興味があります。いわゆる女子アナだからとよく言われるんですけど、私が一番嫌いな言葉です。男女差みたいなものを感じなきゃいけないシーンというのがすごく多くて、それがなんか違和感だったんですね。駅伝の実況をさせていただいているんですが、今まで女性アナウンサーはやらないもの、できないものみたいに思われていた。ただ私はそうじゃないと思いましたし、先輩方の中にもやってみた方がいいとか、やってみたらって言ってくださる方が本当はたくさんいらっしゃって、たったその一言を言ってなかっただけ、たったその一歩を踏み出してなかっただけだったんだなって。女子アナだからやってこなかったことみたいな違和感を一つずつ見つけて、自分の中で一つずつ挑戦をしていく。女子アナだからできない、女子アナだからやった方がいいみたいなものは全部自分から壊すようにしています。テレビ報道機関というのは大きな影響力を持ちますし、さまざまなトピックを扱う中で女性だからとか男性なのにみたいな言葉は使わないようにしています。地球を笑顔にするウィーク、ときめく時を TBS。